どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですね、ゴエモンジャパン代表 VS クラクラチャンネル代表の本当に素晴らしいリプがタウンホール9で生まれました。どちらもいずれの攻めもですね、タウンホール9ホグを使っていますので、そちらのリプレイを見ていきたいと思います。もうですね、もうクラクラチャンネルさんの配置も強いんですよ。まずは、こちらにっちゃんさんの配置でございます。今回のゴエモンジャパン VS クラクラチャンネル代表さんのゴエモンジャパンの MVP は矢野さんかなと思いますよ。でですね、この配置1回攻めていて、テスラの位置とか巨爆の位置を把握した上で、まあ位置や、トラップの位置とか敵の援軍は何だっていうのを確認した上で、まあ、攻めているんですね。まあ本当にね、このなぜ矢野さんが MVP かと言いますと、こちら21対23だったんですよ。そしてゴエモンジャパンが負けている状況でした。その状況でにっちゃんさんのですねベースが星1だったんですね。その状況で残り30分ぐらいで星3決めちゃったんすよ。いや本当にすごいなと思いましたね。そしてこちらもサージカルホグですよ。やはりもう巨爆2連っていうのが当たり前の世界なので、まあこちら今今回1連しかなかったんですけれども、まあ巨爆2連がまあまあまあオーソドックスなので、やはりサージカルホグ本当に強いですね。そしてですね、まあ時間もですね残り何分でした、残り10秒ぐらいでした。やっぱりホグライダーはですね本当にあの時間切れになりやすいので、ここら辺に最後の方にウィザードを1体置くというのも大事になってくるかなと思います。本当に時間切れもってですね、もうヒヤヒヤしながら、これで矢野さんの攻めで同点だったので、本当に矢野さん今回 MVP です。うちのクラウンからもし選ぶとしたら MVP です。矢野さん本当にすごいっす。矢野さんは本当に。そしてこちらシュワッチさんの攻めでございます。そして防衛側キリマンジェロさん、もうこちらもですねキリマンジェロさん、本当ドズルさんのですね、そのなんていうんですか、あのドズルさんの生放送でキリマンジェロさん本当にもうエースということで、まあでも今回はシュワッチさんがまあや、キリマンジェロさんのベースを攻めると。本当ですね、シュワッチさん、この方本当に食い火がうまいんですよ。本当にその食い火のねですね、そのアーチャークイーンの動きとかを本当に1マスずつ計算して攻めているので、本当食い火安定してきているんですよね。もうやっぱり食い火ちょっとアーチャークイーンそれた時点で終わりなんですよ。なのでもうそういうところですね、しっかりと計算して本当にもうなんと性格が出る攻め方ですよね。このようにこうアーチャークイーンがそれたらもう大惨事ですからね。そしてアーチャークイーンで右をサイドカットしつつ、ゴレウィズを出していって、まあ、本体をですね、まあ、こんな感じでアーチャークイーンも本体に交えつつ攻めていくんですよ。でネクロ4なんですよ。いやこれもな本当にすごいなって思うんですよね。僕がいいですか、ちょっとまだ昔話みたいになっちゃうんですけど、僕がタウンホール9の時代は、例えばゴレウィズネクロで攻めていって中心部にジャンプの呪文を打って、裏から裏にまたジャンプを打ってですね、こうネクロを進撃させるっていうんですかね、そんな感じの攻めだったんですけれども、もう今本当に時代が変わっていって、私裏バル裏ホグの世代も通り過ぎてるんですよ。通り過ぎてるというか、裏ホグ裏バルの時代さえも生きていなかったんですよ。その時点でもうタウンホール10だったので、本当にね、うん、今のタウンホール9の方すごいなって思いますよ。あの人ごとね、人ごとな感じですけど本当にすごいなって思いますよ。はい。そしてやっぱり食いヒーはやはりヒーラーを4体3体使うので、やはり時間切れっていうのが本当に怖くなってくるんですよね。もう最後のヒーラーとかお前いらねえよとね、あの防衛施設攻撃、施設攻撃してくれよって感じなんですけど、まあヒーラーがね最後でも腐ってしまうんですが、やはり時間切れ対策本当に怖いんですが、やはりネクロのねもう無限大量生産ですよ。シュワッチさん、さすがですね。まあ、このようにですね、今回の攻め、皆さん、ホグライダーを使っているんですけれども、もうこのホグライダー、もうこのリプレイ見ればですね、もう、このリプレイやっぱ見ることは重要です。よく私も質問いただくんですけれども、まあ、動画見てるだけじゃまずうまくなんないですよね。自分でやってみないとダメなんですが、もうちゃんとですね、もう動画見ないと、流れがつかめないので、動画はもう確実に見た方がいいです。見た方がいいです。マジで見た方がいいです。さあ、そしてこちらの編成も、ホグ、オレホグなんですよ。猫さんのリプレイですね。ケイスケさんのベースでございます。こちらですね、
フヒーローか15レベルと15なんかなまったな15レベルと22なんですよ。そうなんです。ゴレホグっていうのはそこまでヒーローのレベルが高くなくてもいいんですよ、基本的には。そしてまああった方がマシですけどね。でここでゴーレムが壁殴ってんすよ。うーわミスってるよって思ったんですけども、もうですねこうこちらのウィザードが破壊した時点でゴーレムが向かってくれるともうね頼もしいです。そしてこうババキン15なんですよね。なのでババキンにターゲットが向かないように後ろから遅めに出してあげることによってタゴレにターゲットが向かっている最中にまあババキンが攻撃してくれるというですね、まあ魂胆でございます。しっかりとババキンをですねアチャクに当ててしっかりと処理していますね。はい、いますね。そしてもうねやはりねホグラッシュじゃないですね。時代は確実にホグサージカルホグですね。確実にサージカルホグです。皆さんもそのタウンホール9でホグライダーやろうかなと思ってる方はもう 100% サージカルホグの方がいいです。まあ、サージカルホグというのはこのようにジャイアントを出して初期ターゲットをジャイアントに移してからホグライダーで攻めていくという攻め方なんですね。まあこのようにしてもうはい、あとはまあ時間をですね、まあ、やるということなんですけども、まあ、今回ゴエモンジャパン VS クラクラチャンネルさん本当にお疲れ様でした。もうですね、まあ、この次戦があるのかないのか、まあ、そちらはねまだ分からないですけれども、今後のイベントといたしましてはそのまあ春パパさんとねこう今シリーズ化として戦っていますけど、今ゴエモンジャパンが一歩リードという形でございます。そのこのようにしてですね、もうこれからもイベントや、まあこのリプであったりネタ動画とかも出すので皆さんよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。さよなら。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。